山形県に避難された、女性の方ですとか、3月15日近辺に大量に被爆させられた状況の中でですね、これ以上被爆したくない、させたくないというのはですね、やっぱりこれは人情だと思うんですよ。こういった当たり前のですね、気持ちをですね、ぜひとも汲み取っていただいて、賠償に結びつけていかなければいけないというふうに強く思っております。この放射能汚染の問題がなければ、絶対に福島の地を離れることがないであろう人々が、家族を守るために勇気を振り絞って厳しい現実を選ぼうとする人々が、勝手に避難する民衆と位置づけられた時点で、今後控えている、またさらに長い時間の中で浮かんでくるであろう多くの問題に、原発事故との因果関係を見出すことは極めて困難であろうと私は思っております。同じようなことが飯舘村でも起きてます。一応避難区域なんで、避難しても賠償は出ますよとは言ってるんですけど、いくらも出ません。したい人はどうぞと、できない人は、仮設住宅入ってください。仮設住宅どこにあると思います？福島市ですよ。もうすごいまぬけな話です。南相馬市では地上50センチ、2マイクロシーということで、避難が選べる、避難しなくてもいいですよ、選べる、これはなんで福島で通用しないの？しっかりとですね、そのロケーション、一個一個ですね、そうした地域を指定するときにはですね、そうした場所にですね、赴いて、実際に地域的にどういうことをしているのかということを。僕はその勇気ある決断ができずに、今でも渡りにいる人間です。で、子供たち被爆してると思います。なんでしょうね、それは分かってるんです。でも逃げれないんです。逃げれないんです。で、うち共稼ぎです。これ妻仕事辞めてもらって、でどっかに避難するとなった場合、正直二重生活になってしまいます。で、子供2人を食べさせて学校に行かせて、塾通わせて、で、2つの場所で生活する。これ僕にはできません。もしも本当に保証ということが叶うのであれば、妻と子供たちだけでも、まずは安全なところに避難を獲得ってことができるかと思ってます。そのために一日でも早く、その避難勧奨地点の指定であったり、賠償の問題を早く国は認めていただきたいなと思っております。